コネクションドリルを組んでいます。今脇の下にね、ヘッドカバー挟んでおります。はい、アイアンでですね、棒球、あのライナーの低い球を打つような感じで練習します。はい、この時点で落ちちゃダメなんですよね。もう一発ね、インパクトゾーンを低くトレスするような感じですね。腰の高さのスイングが大切です。はい、 OK。 これがですね、今挟んでますよね。ダウンスイングの時に、いや、それでやってフリックすると、フリックしてみる、そうすると落ちちゃいます。これもう一回ビューンってね、フリックするとね、脇の下が開いて落ちちゃうんですよね落ちちゃいましたけど。ですからなるべくインパクトゾーンで低くヘッドが走るようにねしてください。で、はい、もう一つクラブを持ってます。はい、で脇を締めて、はい、このシャフトぶつからないように腰の高さからです。そうね、これ右手を返す人当たっちゃいますよね。カツンってね、当たっちゃいますよね。これがフリックです。フリックをしないように、はい、こんな感じでね、コネクションをね、強化していくといいですよね。ぜひ皆さんもコネクションドリル参考にして。